ばんは、速稼塾の小林です。ちょっとうるさいですかね。商店街は相変わらずものすごい活気ですね。先進国たる日本はもうシャッター街のオンパレードで、商店街からショッピングセンターから鳴りを潜めてるはずなんですけども、やっぱりね、成長中のインドネシア、東南アジアの国っていうのはエネルギー感じますね。もうね、街中に人が溢れていて、毎日お祭りみたいな感じなんですよ。で、今露店の方にね、いっぱい出てきたんですよ。で、ぐるっと一人で歩いてきて、いっぱい買ってきました。結構ね、エスニックな置物、とってもね、可愛らしいと。で、店の人は不愛想なんですけど、買うそぶりを見せたらむちゃくちゃ愛想がいいんですよ。で、値切りのね、やり取りとかもあるんですけども、まあ私はちょっと値切るのはね、なんかケチくさくて嫌なんで、値切らずにそのままストレートで買うんですけども、まあ1個だいたい1000円ぐらいですね。本当は1個100円とか200円で売れればいいかと思ってるはずなんですけども、そこはね、楽しみ代として私はしっかりと払わせていただいたことかなと。でも多少ね、安くしてくれます。本当にありがたいです。頼んでもないのに結構ね、ディスカウント勝手にしてくれて、黙ってるだけでどんどんどん値段下がるんで、特に交渉することもないかなというところですね。すごいですね、真っ暗な街、まだまだ夜は続きます。それじゃあ戻りますね。いっぱい買ってきたんで、またレビューしたいと思います。